どうもカゲヤンです今日はですね習慣を変えるにはということについてお話しさせていただきたいと思いますなかなかねその自分の習慣っていうもんね生活習慣であったりいろんな習慣っていうのは、えー、なかなか変えにくい、えー、変えることが難しいというふうにこう 思うというか、そういう,うになってるんですよね。体、その人間の体というか、その変えない状態っていうのがどういうことかというと、その、その生命をね、こう維持することが、こう脳ですね。脳は生命を維持することを第一に考える。 生命維持能力っていうかそういうのかな,なんかそれを第一に考えるんでその今までこうずっと生きて安全に生きてきた場合安全にというか何かあったとしても生きてきた場合はその習慣を変えない方がですね、えー、まだ生きていける可能性が高いと、えー、安全に生きていける可能性が高いと考えますんでそれを変えないようにするんですね。なるべく変えないようにするっていうそういうどういうんですかその その体のそういう体というかその心もそうですけどもそういうふうになってるっていうことをちょっと頭の中に入れておくんですねでだからなかなか習慣を変えようと思ったら大変やとで習慣を変えるためにはその21日間3週間必要やと言われているんですけどもで本当に変えたいって思うんであればその3週間こう頑張って変えるまあ余裕を見て1ヶ月ぐらいをこう習慣を変えるようにこう持っていくと。 いうことなんですけれども、も、えー、習慣っていうのはですね。まず3つの習慣があってですね。その3つの習慣っていうのはですね、えー、行動の習慣ですね。行動を起こす行動の習慣で感情の習慣で考え方の習慣。これが3つあるんですね。この3つがいろこう組み合わさって今の自分の習慣になってるんです。この3つの習慣をね、えー、把握するというかこう。自分で見てですね。ほんで変えていく。 ようにしていくんですねで変えるためにはですね習、えー、習慣慣をを自分の習慣を変えるるんだとと強く意識することですこ、ね、でねその意識するんですけどその時に感情も伴ってるし考え方も伴ってるし行動も伴っているというこの3つをこう変えていくんだというふうに考えて強く意識して変えていくようにするほんであとはですね、あのー、その新しい変えたい習慣をイメージすることですね。 でイメージしてそれを例えば僕もやってるんですけれども、えー、瞑想をしてこうイメージングをすることであったりとかですねそのイメージをするためにその写真を見るとかですねその新しい習慣になるようなこうそういうイメージできるような写真を見るとかですね、えー、そういうことも大切です。 でえー、そのいい習慣をしている人とこう交流するとかですねそういう人の情報に触れるとかね、えー、そういうことをこうずっと繰り返していくんですねそういうことを3週間ま,まあ余裕を見て1か月ぐらいやっていくとですね、えー、新しい習慣がこう身についていくという流れになっていくと思うんですねだから習慣を変えるためにはですね、あのー、強,い強く意識してそれをイメージして で良い習慣をしている人との情報に触れるということをしていくこれを3週間続けていくとで、えー、習慣にはその感情の、えー、行動の習慣があって感情の習慣があって考え方の習慣があるとこの3つをこう変えていくんだという気持ちでやっていくということですねということで今日はですね、えー、習慣を変えるにはということについてお話しさせていただきましたでは今日も。 よっしゃ、でいきましょう。どうも、ありがとうございます。